岡部和夫は、内田康夫の推理小説に登場する、警視庁の警察官。岡部は、警視庁室町署の警部補だったが、長野県警の竹村岩尾が、松川ダムで発生したバラバラ殺人に橋を発した、連続殺人事件を、信仰のある岡部に捜査協力を依頼し、岡部と竹村が一連の事件を解決させたことにより、岡部は、警視庁、捜査一課の警部に栄転し、 以後も数々の難事件を解決している。竹村岩尾が主人公のシナノのコロンボ作品を除き、ドラマ化に際して、岡部が主人公の作品が原作なのにもかかわらず、岡部を脇役に据えたり、岡部自体を登場させないドラマが多かったが、原作の通りに、岡部を主人公にしたドラマが登場してきた。死者の子、玉、と学士伝説殺人事件。 北国街道殺人事件、軽井沢追い分け殺人事件、信濃の国殺人事件、倉敷殺人事件、玉湖畔殺人事件、倉敷殺人事件、玉湖畔殺人事件、十三の墓標、シーラカンス殺人事件、死者の子玉、北国街道殺人事件、信濃の国殺人事件、都隠し伝説殺人事件、追い分け殺人事件、軽井沢殺人事件、見知らぬ鍵、 アリスの騎士、ナイト、乗せなかった、乗客、森のと殺人事件、渦漏れ日、因果の構図、盲目のピアニスト、幸せなカップル、愛するあまり、願望の連環、塔の殺人事件、絵天学が聞こえる、玉子犯殺人事件、鬼刑事と車椅子の少女、追い分け殺人事件。ありがとうございます。